はい、これ平成26年度のね、理論の問い15ですね。これをちょっと優ししてね、類題作ってみました。ひょっとしたら間違ってるか分からんけどね、間違ってたらごめんなさいね。まず消費電力ですね、A はね。それから力率をね、1にするときに並列にね、コンデンサーをですね、入れるんですけど、そのまあコンデンサーの容量ですね、何ぼかっていうのをやってみました。はい、まずインピーダンス出さないかんのでね、X ですな、リアクタンスを何オームか出しました。X イコール 2πfL で 2×3.14 かけ周波数60にしましたんでね、はい、それと 7.96×10 のマイナス3乗で3オームになりました。で、インピーダンスは R 乗プラス X 乗でですね、6.7 オームですね。で、非送電流ですね。あ、Z 分数に分数の棒が抜けてますな。はい、すいません。そうするとまあ、ルート3分の200、116ですな。それを 6.7 で割るということで、17.25 アンペアと、こうなります。で、まあ、コサイン出してもいいんですけどね、まあ、P イコール I 乗 R で出ますんでね、そうすると、まあ、1785ワットと、こういうことになりました。はい、次に、B 問題ですけどね、結局、遅れの無効電流が何ぼ出るかっていうことですよね。それと同じものを進み電、コンデンサーでね、進み電流を出してやればいいわけでしょ。それまず遅れ電流ですな。IQ はですね、I のサインシータ。サインシータは上に書いてます。Z 分の X ですな。6.7 分の3ということですね。はい。それでまあ、I が 17.25 ですんでね。それに 6.7 分の3をかけると。そうするとこれが 7.72 アンペアで、これをですね、まあ、上向きのね、ベクトルで書いたら上向きのY 軸上ですな、の電流を出せばいいわけです。はい、そうしますと、7.72 イコールですね、XC 分の E と、こういうことになりました。で、まあ、数値当てはめますとね、C イコール 7.72 を 2πFE で割るということで、はい、177マイクロファラドになったんですけどね。電卓あまり上手でないのに、ひょっとしたら間違っとるかも分かりません。まあ考え方はね、こういうことになるというふうに、まあその程度に思っておいてください。